はい。ここがちょっと気になりますけどね。告白しながらいきます。皆さん、こんにちは。湘南ベルマーレフロントスタッフの猪狩祐樹です。今日もよろしくお願いします。はい、ということでですね、昨日から始まりました、バラエティウィークエンドライブオン YouTube なんですけども、昨日の初回放送となった、料理対決編、はい、おっと、これはもうすでに入られてる人がいるのかな、告白者がいます。皆さんこんにちは。すみませんね、また毎度毎度 YouTube が開いちゃってですね、はい、ということで昨日からですね、この初回放送しましたけども、料理対決戦皆さん、ご覧になられましたでしょうか。斉藤選手、金子選手、松田選手が、チャーハン餃子セットですね、チャーハン餃子セットを一人前作ってその料理の腕を競うという、対決でしたけども、まあ、神回でしたね。もう本当にこういろんな事件やハプニングが起きながら、まあ、なんとか皆さんね、3選手ともチャーハンと餃子を仕上げて、ツイッターにですね今投票中なので、ぜひですねまだ見てない方、また見た方もですね再度見ても何回見ても面白いシーンが多々ありますので、ぜひですね、昨日の料理対決編も、見ていただきつつ、本日はですね、サッカーだけの45分間ということでサッカー談義を、開催したいというふうに思ってます。登場してくれる選手は、岡本選手、梅崎選手、山田選手、福田選手と、この4選手が登場して、まあ、いわゆるあれですよね、もうサッカーだけの45分と、皆さんのこの4選手のサッカーに対しての考え方とか、ちょっとコアな部分をですね、より、引き出したいなというふうに思ってますので、皆さんぜひお楽しみに、していただけたらなというふうに思います。さあ、ということで、早速ですね、皆さんを、もう待機してくれてるのかな、これは。待機中ですかね、皆さんね。まだ来てない選手もいるかもしれないんですが、随時ですね。お、山田選手。はい。あ、来ました。こんにちは。お願いします。皆さん、よろしくお願いします。皆さん。お願いします。お願いします。梅さん、もう切られたんですね。ちょっとロンティーで。聞こえますか、皆さん。ちょっと。はい。あ、大丈夫ですね。ちょっと梅さんの方がまだ聞こえて、はい、あ、聞こえてます。聞こえてます。梅崎家は海沿いなんで、はい、あれですよね、熱波が悪いんじゃないかなというちょっと不安もありますんで。そうなんですよ。ですよね。ちょっとライブなんでね、ちょっと電波の状況で声が聞こえなかったりもするかもしれませんが、それもご愛嬌ということで皆さんにいろんな、はい、行きたいなと思うんですけども、まあ、今日は、ね、はい、皆さんも分かっている通りですね、サッカー談義ということで、もうサッカーという話をもう45分間もあるほど思ってます。全然聞こえない。聞こえない？たくや聞こえてなさそうだ。聞こえてます。僕は福田選手聞こえてる。はい、 OK。 山田選手どうですか？聞こえてますけど、なんかちょっと途切れるかも。ちょっと途切れる。ああ、ちょいちょい。梅崎選手聞こえてますか？聞こえてます。ありがとうございます。タクヤ聞こえてます？タクヤだけ聞こえてないですね。タクヤ聞こえてない。岡本選手聞こえますか？これマイクオンになってる？岡本さん全然聞こえない。これ事前にちょっと言ったんですけどね。岡本さん聞こえないよ。聞こえない？私は聞こえてますけどね。岡本選手ちょっと聞こえ、私の声も聞こえない？全然聞こえない。別で電話しますか？別で電話します。はい、ですね。一旦別で。全然聞こえない。ちょっとじゃあ先に進めていきましょうか。全然聞こえないよ。はい。はい。聞
聞こえてませんもんね。電話しますね。タクヤが絶対会話中入ってきますよ。これほらほら、電話ほら、ちょっと電話取って。ちょっと全然聞こえない。こういうね、もうライブはつきものですよ。どうですか、皆さん、ちょっと岡本選手が聞こえるまで、自宅待機中が続いてますけど、山田選手、はい、自宅待機長いですが、はい。あ、OK です。え ?OK です、OK です。ガリ君、途中で質問やめた、自宅待機続いてますけども、はい。山田選手はどうやって過ごされてますかねっていう。いや、僕はまあ、家で筋トレしたり、人がいない時に走ったり、まあでもほとんどは子供とずっと遊んでますね。あ、確かにね。皆さん、はい、こういわゆるパパが全員揃ってると思いますけども、うん、あの家の中でやっぱりお子さんがいると、まあお子さんは多分遊んでほしいからずっとこうくっついてくると思うんですけど、自分の時間って逆に作れます？お子さんに。いや、俺もそれ聞きたいっす。いやまあ作ろうと思えば作れるんですけど、うん、まあ、なかなかあれですよね、まあ、奥さんも頑張ってるし、うん、なんかそれを横目に一人の時間を作るってなかなか難しいです。入ってきたな。聞こえます？岡本さん、聞こえた？岡本さん、岡本さんのイヤホンが悪いのかな。聞こえてますか？あ、こっちは聞こえてるよ。はい、聞こえてる。聞こえてる？こっちの声は。あ、聞こえてる、聞こえてる。あ、聞こえてる。聞こえました。来た来た来た。来た、どうすか？来た来たじゃねえよ。せよ。皆さん、じゃあこれで揃ったという感じですかね。はい。岡本選手、止まってます。止まってますね。今止まってます。聞こえます？音量マックスに。全然声聞こえない。聞こえないんかい。聞こえないんかいな。じゃあもうこれ LINE で繋いでいきますか。もう。タクヤだけ電話でしとけばいいんじゃない？そう。タクヤ、じゃあちょっと電話つなげますんで、声は電話で。声は入るから。そうそうそう。僕の近くに電話置いとくんで。聞こえないですね。このまま、これだと聞こえますか？岡本選手。あ、聞こえます。じゃあその、じゃあ、ズームで映しながら電話で出演と。はい。はい。すいません。すいませんでした。大丈夫ですよ。多分ね、あの他の選手の話した言葉は聞こえないかもしれないですけど。あ、これで聞こえるか。じゃあちょっとあのもう早速サッカーだけの話と言いつつもう脱線しましたが、早速サッカー談義始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日はですね、あのお題をちょろっと出すので、あの皆さんあのそのお題について、まあ、持論だったりいろんなものをですね、言い合ってもらって、まあ、討論じゃないですけど、そんな感じでですね、サッカーの話をしていけたらなと思います。じゃあ最初のまずはお題ですね。まずは皆さんに、お題出します。最初の質問はですね、サッカー選手に一番求められる条件やスキルは皆さんどうお考えですかというところで皆さんにお聞きしたいなと思いますけども、じゃあ最初はじゃあ山田選手からちょっと話してみましょうか。そうですね、僕は常に向上心があることっていうのはやっぱ大事だなって思うのと、プロになる選手っていうのはもうみんな他の人に認められるものがあるものだし、その中で運とかタイミングとか掴んで自分の出せるものを出し切るっていうことが僕は大事なのかなと思います。なるほど、はい、それで福田選手はどう考えます？山田選手の意見も含め。そうですね、まあ僕もまあ
直樹くんが言ったこと、まあ、もちろんなんですけど、まあ、プロになってからもそうですけど、この自分がやることをぶらさないというか、まあ、やることを決めたらそれをやって、しっかりこう人に流されるんじゃなくて、自分の、まあ、芯みたいなのを持ってやり続けることが一番今でも大事にしているので、まあ、そこはすごく大事な部分じゃないかなというふうに思います。はい。それについて梅崎選手はどうですか？そうですね、直樹が言うようにやっぱり運っていうのはすごい大事なのかなと思いまして思います。まあやっぱり本当になんですかね、うまい人たちの集団だと思いますし、もちろんユース上がるのですらこうセレクションがあったりして、高校サッカーもそうですけど、で試合出るのにもやっぱりなんですか、本当にその中で勝ち抜かないといけないので、まあ本当ちょっとした運だったりとか、まあ、僕はやっぱりもう相当な負けず嫌いと分析力というか、自分とその世の中というか、なんていうんですかね、その何が必要なのか、何が足りてないのかっていうのをしっかり分析する力と、その根気強さっていうのがセットであることが非常に大事なのかなって思います。なるほどね。結構皆さんそれぞれ持論がありつつも、岡本選手聞こえてます？はい、聞こえてます。これ、うん、聞こえてます。僕らはそうですね、皆さんの意見も聞けました。はい、途中から俺の意見まあでも梅さんが聞いてくれた俺の意見は、はい、どうですね、岡本選手はあります？持論じゃないですけど。いやまあ柔軟性というか、その環境やその求められてることに対して柔軟に対応できるのは大事なんじゃないかなとは思いますね。うん、なんか皆さんやっぱりプロに上がられてるってことは、それなりにやっぱり努力とか、まあ、いろんなことをしてきたからこそだと思うんですけど、逆になんかこうプロに上がる前に挫折みたいな、そういう経験とかってあったりするんですか、プロの選手は。どうです、皆さんもうそれぞれどうですか？死ぬほどしてます。あ、はい、梅さんをね、だってね、本に書いてあるぐらいいろいろしてるもんね。まあ本は結構柔らかめに書いてたりするんで、あれであれで柔らかめ実際めちゃめちゃ、うん、めちゃめちゃピー入ることとかも、まあ、ありましたし、まあまあ、ね、このご時世なんで何ともそれは言えないですけど、うん、まあでも何ですかね、それぐらい僕は心鍛えられたし、まあ、僕は本当に下手くそだったんで、まあなんか、なんですかね、でも、負けたくない心だけはすごいずっとあったので、まあ、それが裏を返せばそういう P につながったりもあったりして、まあけど、それぐらいの、なんていうんですかね、こう、意志というか、まあ、なんですかね、こう、僕の場合はその高校時代に誰も監督さんに逆らえないなんか逆らったような形になったんですけど、けどまあそれはイコールなんだろうな、それぐらいこうここにプロになりたいんだっていう意思があったから、そういう行動に移ったのかなって僕なりには思ってますけどね。それぐらいなんか、まあもちろん普通の人よりは何か持ったのかもしれないですけど、下手なりにやっぱりいろいろ考えて行動を移して、で気持ちとか意思を持って貫いたからこそ、なんかそういう風になってこう突き一歩一歩、小学校時代は小学校、中学時代は中学校、高校時代は高校、プロ入ってからもそうですしっていうのがつながってきたかなって思います。あれですか、普通って言い方あれですけど、プロに上がる選手って、はい、もともと自分下手だなと思いながらサッカーしてる風に思えなくて、どちらかというとずっと中心選手で自分は上手いと思ってやってきて、それなりにやっぱりこう
順風満帆っぽい風に見えますけど、山田選手はあれじゃないですか、もう本当随一のテクニシャンですし、自分はずっと上手いと思いながらこう上がってきたんじゃないですか。直樹はもうエリートでしょ。エリートじゃないよ。エリートでしょ、直樹君は。いや、僕はまあ正直プロに上がるまではそこまで挫折っていうのは味わったことなくて、逆にプロ入ってからすごい挫折というか壁にいろいろぶち当たってきて、でそれまで何も考えないでやっててもうまくいってたんで、そういう壁に当たった時に初めていろいろ考えるようになって、でようやく今一人の人間としてというかサッカー選手としてもちょっと成長できてきたなって感じるんで、逆に壁が来るのが可愛いなまあ遅かったと感じるのか、やっぱそういう挫折っていうのは あるとダメなものじゃなくて必要なもんだんだなっていうのは最近感じてますし、まあ今ガリ君が言ってたように自分がずっと上手いと思ってたかっていう質問に対しては、まあ僕の周りがすごくずっとレベルが高くて、小学校中学校と高校と、なんでもうそのチームで一番になってないと絶対にプロになれないと思ってサッカーをしてて、まあ結果ユース僕らの代から4人5人出たんで、そういう環境でやれてたからこそ自分が一番うまいとか思ってなかったし、こいつ周りのやつらに負けてたら絶対ダメだっていう、その梅さんも言ってましたけど、負けず嫌いの気持ちっていうのは僕も誰よりもありましたね。なるほどね、はい、どうですか選手、それに聞いて。そうですね、まあ、僕と拓也はまあ同世代なんですけど、まあ、僕ら、まあ、どの世代でもそうですけど、僕らの世代も結構本当上手な選手多くて、92年の選手が結構多くて、だからもう中学校高校の時に、まあ、僕も年代別とか入ったことないんで、まあ、その年代別代表入ってた当時のその宇佐美とか杉本健雄とか、まあ、その辺とかを見てたんで、まあ、到底かなわないなと思いながらやってたんで、まあ、その辺でもうすでに挫折してるんで、けどまあその辺の周りの子よりはうまいなぐらいので、ようやく今、まあ、プロになって、まあ、負けれないとか負けたくないとかその試合で思ったりはしますけど、当時中学高校とかは、まあ、到底かなわないなっていうのは正直な思いでしたけど、まあ、そんな感じですね。結構意外だな逆に選手はあれじゃないですか、トゲトゲしてたんじゃない。いやーまあ今思えばトゲトゲしてたらね、相当尖ってましたよ相当尖ってましたよ、はい、でしょうね。いやもう当時こいつがユースで高校生で上がってきて、もう多分何試合出た高3の時10ちょいぐらいですかね。J1 で浦和レッズですよ。半端ないじゃないですか。半端ねえな。半端ないですよね。でも当時、うちの、そのレッズの王様だったロブソン・ポンテっていう選手がいたんですけど、まあ、だいぶガシガシ行ってて、もう何回も怒られても、すいませんって言いながらまた行ってました、ね。削りに。なんそういうのがもう、小川選手が培われたものなんですか、もともと。なんですかね、まあでもやっぱ上手い選手は昔からずっと周りにたくさんいたんで、その選手たちからどうやってこうボール奪うかとかっていうのは絶対負けないと思ってやってきてて、まあプロ入ってもそれは捨てちゃいけないなと思って、まあ、何もわからないままガシガシやってたって感じなんですけどいや今もガシガシ来てるから過去形みたいになってるけど、落ち着きましたよ、だいぶ落ち着いたよ。いやいや俺のとこがマジ激しいっすよ。いやいや梅さん俺のこいつマジ来ますからあそう、はい、いやでもなんか生き方は大人になったなって思うけどな俺はマジっすか。そうですね、あんなガシガシもできないですね。いやもう俺も結構マッチアップしててレッズ時代してましたね。でも結構僕もドリブルがキュンキュンの時で、その時は
結構振り回してたんですよ、拓也を。そしたらもう何回もアフターできて、でもなんかもうイライラがマックスきて、何回やんねんって分かんないですよね、関西弁使っちゃいましたからね。さすがに関西弁出ちゃうぐらいガシガシしてた。そう、ガシガシしてた。ゆりさん怒らせたと思っちゃいましたもん。覚えてるんですね。温厚な梅さんを。懐かしいな。そう考えると3人浦和なんですね、元ね。そうですね。僕見たら。浦和時代とか絡みあったんですか？いや、ゴリゴリっすよ。ゴリゴリか、そりゃそうだな。ゴリゴリっすよ。ガリガリ。あ、違えた。ガリガリ。ガリガリガリや。すごいっすね。でもなんか。アキト、アキトが入りづらいじゃん。そうね。僕、今抜けようかなと思いました。ですよね。なんかでも、プロ選手になる前に、例えば、あ、俺はこのポジションで生きていくんだなとか思う瞬間とか年代とかっていつぐらいだったのかな。なんかいろんなポジションを多分やってると思うんですけど、あ、俺はこのポジションが一番いいなとか思う年代って何かありました？ないね。ポジションっていうのは、いや、例えばプレーするポジションとか立ち位置とかっていうこと？あ、そうそうそう、まあ、プレーするポジションですね。いわゆるだから。あ、プレーするポジション。はい。右サイドバックを、あ、俺右サイドバック向いてるわ、みたいなとか、俺やっぱトップ下向いてんなとか思い始めたとき。いや、僕はどうですかね。なんか、定まったことあんまないですかね。もともと、多分小学校の時はウィングをやってて、はいはい、で高学年ぐらいからトップ下がってすごい悩み出して、でまあトップ下いうさ、その高校中学時代はまあ2列目っていう感じで、高校入ってボランチ初めてやって全然できねえってなってまあでもそっか、全然できないです。でまあサイドやるようになってから、なんかもうドリブルが生きる道だっていう風になってったのは、なんかこうドリブルにこだわったのは高校時代ですね。仕掛けるドリブル。まあそれ、梅さん、それでも、うん？小学校の頃からそのなんかポジションのことで悩むんですか？確かに。ポジションっていうか、はい。なんだろうな。天才には分かんないんだよ。いや、拓也も、え、アキトも、え、小学校の俺どこにポジションがいいかなって思ったら、ええ。だから分かんねえわ。こっちの悩みは。すでに中心やからな、山田君。いやいやいや、だって小学校の頃なんか与えられたポジションやるだけじゃないですか。それがポジション変わったら、こうなんか悩みが出てくるやん、違った。あ、でも小学校の頃ポジション変わったことないですよ。僕 1.5 列目かトップ下しかやったことなかったからってことか。あ、ほら、エリートの発言。いや、違う違う。ああ、よくないな。よくないな。結局。普通に傷つけてくるね。いやいや、いや、俺すごいそこ今びっくりしました。小学校の頃にそういうふうに悩んでるんだって。悩むよ、そんな。フォワードでしたけどね。大体フォワードじゃないですか、みんな。そうだ、ね、タクヤもフォワードなんじゃないの？ずっと後ろだ。ずっと後ろ、珍しいね。確かに。嫌とも何とも思わない。ずっと後ろ。え？ずっと後ろ。フォワードいつまで？フォワードやってないっす。小6までです。小6。あ、小 6？ はい。中学校上がって、うん、サイドバックになりました。え、サイドバック、はい、だから名古屋の時サイドバックやってます。ジュニアの時。で、高校でボランチになって、サイドハーフもやって、うん、だから、まあ、今プロになっても今いろんなとこやってるんですけど、うん、だから別に僕こだわりないですね、ポジション。なん試合出れたらいいなっていう感じです、どこでも別に。どこでもそれなりのくらいの。俺も湘南に来てボランチっぽい感じでやってるから、ボランチ
以外逆にどこやるの？湘南だったらですか？うん、湘南。もし開幕戦のフォーメーションだったら。はい。でも最初言われてたのは、うん、そのウィングバックも僕やれないことはないからみたいな感じで来たんですけど、いざ来たら、あの、いざ来たらキャンプで、あの、中盤以外どこにも行かなかったです。真ん中以外。ウィングバック、全然イメージないわ。イメージないな。何回か、はい、感じですね。はい。まあ、直樹くんは分かんないと思いますけど。なんで俺に結びつけんの？分かんない。確かにあんまりいろんなポジションもやったことないから。でも、もともと俺、小学校の頃からずっと足遅いから、多分できるとこ少なかったから、もう真ん中にしかいなかったっすね。真ん中にしかいなかったっていう言い方がなんかあれですね。なんでなんで、なんかそれ真ん中がキングみたいな言い方よくないよ。俺サイド足遅くても、足遅くてもサッカー簡単ですってことですよね。いや、ちげえよ。そういうことね。今日はもう、暴走してる、暴走してる。素晴らしい。なんか育成年代の話結構出ましたけど、今振り返ってみて、あ、この育成年代の時にこのスキルとか身につけておけばよかったなとか思う、なんかテクニックとかスキルってなんかあります？今思えばみたいな。まあちょっと直樹はないと思うんで。いや、あるある。あるある。ないっすね。なんでもできちゃうから。できない、できない。あります？なんか。でも梅さん両足使うの上手じゃないですか。うん。だから 両足使えるってすごいなって思いますね。もっと両足使えたらもっと幅広がったなって思います、正直。だから両足使うことですね。なるほどね。はい。逆に両足使えないと生きていけないなって思った、俺は。おー。あー。それいつですか？いや、なんだろうね、こう。特に高校かな。高校。あ、高校、さすがに高校ですか、それは。それ小学校と思ったのかと思った。早すぎだもん。でもなんか言われてきたよ。練習しなくてもうまいみたいな。確かに。確かに。なんかいいよ。小川選手はどうですか？なんか小中とこのスキル身につけておけばよかったなとか、身につけておいてよかったなとか。俺ですか？いや、全体。いいよ、だけ喋れよ。もうどん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 言っちゃってください。やっぱキックじゃないですかね。おお、うん、俺もそう思います。やっぱね、キックうまければどうにでもなりそうな気がします。キックっていうのはこうパスもそうだし、ロングキックもそうだし、もう蹴る作業全部、はい。そしたらどのポジションにいてもできるのかなと思いますね。この中で一番キック上手な選手誰なんですかね？梅さん。梅さん。梅さん。いやいやいや。それはキングがいますからね。キングが。キングが。やっぱキングってダメです。僕に関してはもう本当に自分のキックの精度とシュートの精度がもう一番短所だと思ってるんで、そこはもうやっとけばよかったなって超思います。特にシュート全然入んないんで。シュートはマジで練習した方がいいね。そうですよね。でこれそれ思うのが、うん、キーパーコーチってめちゃくちゃキックうまいんですよ、うん、毎日毎日もう何百本って多分蹴ってるから、で多分練習すれば本当にうまくなるから、もっとやっとけばよかったっていうか、今もまあキックとかは練習してますけど、小さい頃からできるんだってやった方がよかったなと思いますね。キックね、うん、そうか。梅さんはありますか？俺はそうですね。まあでも、やってよかったのはやっぱり、その自分の武器を1年生でこれだって見つけて、もうとことんそれをやり続けたんで、まあそれがあったからなんか形になって、プロ行けたのかなって思いますね。
もうひたすらなんすか、壁に向かってカットインして右足シュートとシザースして立っていってクロスっていうのをもう永遠練習してましたね。反復練習みたいな感じですか。そう、うん、もうとっさにでもできるようにみたいな感じで。なるほど。で、まあ、キックはやっぱりもっと増やしとけばよかったですね、種類を。あ、プレスキックだけじゃなくていろんな長短も含め、そう動きの中でのキックって、まあ、今覚えようとしたりしてますけど、いろんな種類をこうなんか速いボールだけじゃなくて巻いてとか、シュート回転かけてとか高さを出すキックとか、なんかいろんな蹴れた方が絶対的に得です、ね、なるほど。なんかでも最近ちっちゃい頃は結構いろんなとこでこう砂場じゃないですけど、ね、クレーのグラウンドとかで練習するとこありましたけど、最近みんなどこでやってるんですかね。最近、まあ、今はあれですけど、子供をね、練習してる場所って、みんなどんな感じでやってました、子供の頃。土でした。もちろん。土です。最初に芝を踏んだのってどんぐらいですか。中1。お、中1？僕、土、芝は土なんで、小学校土でやって、中学校名古屋行ったんで芝でやって、で高校四中高でグラ土だったんで、土芝土だったんで挟みましたね。結構大変でしたね。はい、なるほどね。結構大変です。はい、キング山田は芝から土に戻るのはやばいですね。あ、確かにね。キング山田はあれですか、もう天然。キング山田ってなんすか。天然高級芝で、あれですか。え、天然高級芝でずっとやってた感じですか。何それ。人工芝知ってます。人工芝、いや俺ら人工芝だから中高。天然芝は土日だけかな、うん、って感じです。タクヤも一緒ですか。僕、キングと一緒です。怖い。キングとキャラつけんな。キングと育った関係一緒なんだ。タクヤ、図が高いよ、タクヤ。タクヤ、図が高いよ。すいません。すいません、キング。なんかみんな、それぞれポジションも違いますし、育ってきた環境も違うと思うんですけど、なんか自分が、歴代で一番好きなサッカー選手ってパッて出てきます？いや、僕出てこないですね。あんまりなんかこの選手、はい、パッとは出てこないです。この選手好きみたいな一人に絞るとかあんまできないですね。あ、そうなんですか。はい、あんま思いつかないです。僕もなんか好きなサッカー選手いますかって言われる。いう質問結構困りますね。誰一番やって誰が一番うまかったとかそういうのなら言えますけど、憧れの選手とか言われてもよくわかんないです。え、ちっちゃい頃サビオラ見てフォワード憧れたみたいなそういうのないんですか。いや、もう世代古い。サビオラとクライファーとまさにそういうことですよ。そういう感じないですね。全然ないですね。梅さんもないですか。俺前園さんです最初。ドリブラー、何ですかこのキーキー音は。梅さん止まってない。あ、梅さん止まってない。タキヤ2人になった。俺タクタキヤ2人になってタキヤ2人になってどこか行っちゃいましたね。俺声しか聞こえない。梅さんどっか行っちゃった。あ、来た来た。前園さんになったんですか、梅さんは。これみんな梅さん、梅さん、はいはい、梅さんは前園さんですか。はい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 、聞こえます。聞こえますよ。終わっちゃった。声は聞こえる。
ますよ。顔。これ出ましたね。目先って電波悪い状態入りましたね。前園さんの話してたのに。前園さんの話だ。俺？俺のせい？はい、前園さんの。止まってるね。うん。じゃ前園さんはもう、ここら辺にしときましょう。前園さん長い。タクヤ、前園さんの話して。確かに。いや、前園さんは分からん。タクヤ、ちょっと頼むわ。分からん。分からん。タクヤも何ですか？憧れの選手とか言われたら。誰だろう。でもカンナバーロとか好きでしたね。うん。うん、今はセルヒオ・ラモスが好きですね。荒、うん、いな。荒いな。荒いな。いや、あの人荒くないよ。実は荒くないよ、あの人。荒くないの？荒くない。やっぱいるだけで守ってる感がすごいから、やっぱ。あの人すごいわ、やっぱ。あんまりこの選手に憧れて、このプレー真似しようっていうよりは、もう、独自にみんな進まれてきた感じなのかな。なんか今ほど簡単になんか見れなかったじゃないですか、サッカーも。あー、うん、今ってダゾーンであれば簡単に見れるし、昔はやっぱスカパーにちゃんと入ってっていうのもなかなかなんかできない状態だったっていうのもあって、今の方がそういう若い子たちとか子供たち多いんじゃないですか、こういう選手が好きとか。それまさに、まさしくそうかもしれないですね。はい、見える関係いっぱいありますもんね。はい、僕いいですか？どうぞどうぞ。僕さっきの鈴木ですけど、前園とかと前園さんとか僕はなんか大丈夫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 そう、なんかフリューゲルスが僕の地元に来てたんですよ、年1ぐらいで。もしもーし。あの、反応なしで聞こえてますので、ね。不安ですよね。繋がってんのこれ。繋がってますよ。あ、繋がってるわね。そう、フリューゲルス、フリューゲルスとか知らんでしょ、みんな。はい。まあ、あんまり、あんまり知らないです。だよね。そう、フリューゲルスってて、モネールとか、エドゥーとかわかんないでしょ。いや、ガリ君だけ反応してるけど。知らないですか、みんな逆に。モネールってなんか、たまにテレビ出てますよね。え、それ、違うモネールじゃない。え、それ誰だ。モネール違いじゃん。モネール違いでしょ。モネール違いモネールさんいる。違いなんてあるの。え、じゃあ、梅さん、フリューゲルスよく見てたってことですか。めっちゃ見てましたね。だからもう、その、年に1回は絶対、スタジアムに行って、今のビファーレンのスタジアムですね、が全然改装される前。へー、僕の中ではそこは聖地でっていうのもあって、で、まあ中田英寿さんになりましたね、僕は。あー、そうですね。98年ワールドカップの予選ぐらいから、で、なんかおじとかに、おじもサッカーの指導者やってて、ペルージャ移籍してからのビデオとかを、ビデオですよ、ビデオ時代を録画してもらって、それをひたすら見たりしてましたね。で、真似してましたね、姿勢とか。あの、りんとしてる感じ。姿勢いいっすよね。はい。で、中3かな中2かなが、あの国見高校いた大久保嘉人さんに憧れて、うん、でもそれも選手権のビデオ録画して擦り切れるほど見てましたね、プレー。で、もう真似してました。高校生の時から目つけてるんです。すごいですね。すごいっしょ。はい、そう高校生にすごいなんかまあな、何、そのレッツみたいな感じじゃない？ユースチームからしたら。ジュニアユースとか。ジュニアユースの時でもユースにいくらいい選手いても見ます。あ、でもそうはね、高校生だもんな。だその憧れが、なんていうの、プロ選手じゃなくて、結構長崎人って国見高校の人、憧れたり、結構多かったと思う。
のプロ選手に憧れるような感じ。分かった。かわいいんだよな。なるほどね。まあでも確かに情報なかったですけど、あとなんかマラドーナの DVD、あ、ビデオとか、86年のメキシコワールドカップの総集編とかあって、見たりしてます。ちょっとすいません。ちょっと見てします。パパが、パパの仕事してください。今。パパ業に専念してます、今。もう山田選手も、もうちょっと家じゃこういう感じになっちゃうから、今ね。車に。そうなんですよ。ね、本当にね。僕は本当話多分できないんで。絶対そう。うちもそう。車の中で。ですよね。アキトとかタクヤとか子供何やってんの？別にあれいますよ。おとなしいね。はい。はい、パパっ子じゃないね。パパっ子じゃないね。いい子なんすよ。部屋何個もあるもんね。だって部屋何個もあるもんね。俺ら。そう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 。分けてる。大丈夫。分けてる。もう、 うち電波がいいのがリビングしかなくてまあ必然的に来ますよね。どうバスですからね。うん、確かに。いやまあ結構もうあれじゃないですか、お時間もう間もなくですけど、なかなかあれでしたね、難しいっすね。え音が、ね、キリ。ん？こっち食べる。こっち食べる。まあこんな感じもいいんじゃないですか。でもね、もうそんな感じですね。もっと本当はね、いろんな話聞きたいからいっぱい、もう僕これで。食べがないで。いっぱい見えない。違って見えないですけど。あのもう一個だけ聞いていいですか。はい。行きましょう。これ僕が結構。何日間かかけて考えたんですけど、ちょっと分かんなかったら分かんないでいいんですけど、あのサッカーと魅力的なサッカーの違いについてちょっとみんなに聞きたいなと。ちょっとよく分かんないと思うんですけど、まああのスポーツ、まあ相手あってありきのスポーツだと思うんですけど、まあ、この勝つためにこう自分たちがこうやってきたものをまあちょっと崩してでも相手に合わせたようなスタイルで戦うのが大事なのか、それともこうどんな相手でもどんな状況でも自分たちのスタイルを貫いてやっていくんだぞみたいなのか、それとも両者どっちも大事なのか、ちょっとその辺ちょっと皆さん聞きたいなと思ったんですけど、なんとなく分かりますか？うん、分かんない。難しい難しい。うん、でも最後の両方を大事にしていいっていうんだったらもうそれは両方になっちゃいますけど、うんうん、僕思うのは勝つ、うん、あどうぞどうぞ、レさんどうぞ。いやいや大丈夫です。僕はまだ大したこと言うつもりなかったんで。いやちょっとアキトの聞きたいわ俺は。いやマジで、いや本当大したこと言おうとしてなかったんですけど。いや俺も大したね。いやそのやっぱサポーターの人たちもやっぱ勝つところをやっぱ見たいと思うんで、まあ、結果内容どうこうより、まあ、魅力的なサッカーというより勝つ方が結果的にはやっぱり喜んでもらったりとか、次また来ようって思ってもらえることにつながると思うんで、だ極論どっちを大事にするのかって言ったら、僕はやっぱ勝つ、プロとしてやっぱ勝つ方を考えるべきなんだとは思いますけど、まあ、直樹君が言ったように2つを大事にするって言ったら、まあ、もちろん2つに大事にしますけど、極論どっちかって言ったらやっぱ勝つ方かなっていうのはまあ思いますけど、はい。いや、100点満点の回答ですね。さすが。さすがです。梅さん。はい、梅さんお願いします。でも僕、喋んなくていいかなってちょっと思っちゃいましたね。まあ、僕は、
そうですね、まずスタイルがちゃんとあるのかどうなのかっていうとこが僕はプロのチームでも結構あるんじゃないかなと思って、なんかこう明確になんかもう僕らはこれでこういうサッカーでこうやって勝利を目指しますみたいなチームがどれだけあるのかって言ったらなんかちょっと分かんないところもあるのかなって思って、まあなんかやっぱり一番は自分たちのスタイルがはっきりし、もう誰の目から見てもこういうスタイルですってはっきりしてるのが分かって、でもそれはもう勝つためにやっぱりそのスタイルがあるわけだし、でやっぱそれを貫いてやっぱり秋というようにやっぱプロの世界であるじゃやっぱ勝たなきゃこう何ですかね、勝ちほどやっぱりこう満足するものってないと思うんで、感動するものとかやっぱり勝つ、やっぱ勝ちを目指して自分たちの色をはっきり出して戦って出し切るのが一番いいのかなって思いますよ。はい。です。です。です。いや、ムンムンじゃないよ。キングに聞いときます。いやいや、もうみんな言ってたよ。大丈夫だよ、今の答え。100点でしょ。いや、口から聞いたやつ、ちゃんとキングの。今の2人が言ったのでもう100歩言って負けたとしてもスタイルを出し切ってまた次見に行きたいって思わせることが大事ってことぐらいですかね。うん、大事ですね。次見に行きたいってやっぱ負けても思わせられたらやっぱそれって僕たちもやってる価値はあると思うし、僕らも多分楽しめていると思うんで、うん、あとはキャプテンに任せます。いや皆さんも素晴らしいです本当に。いやそうか。いやまあやっぱ勝たないとやっぱチームに関わる全ての人がやっぱ幸せにはなれないと思うんで、やっぱ幸せになるためには勝つしかないのかなと思いますね。勝ちはやっぱ大事かなと思います。まあ、それで言うと、まあ、梅さんが言っていただいたように、スタイルがはっきりしているかどうかみたいなところで言うと、ベルマーレははっきりしてるんでしょうかね。梅さん。梅さん。めちゃ飛んでました。梅さんが言ってくれたようにスタイルが確立してるかどうかは湘南ベルマーレは、まあ、湘南スタイルと言われるものが、まあ、ありますので、それで言うとはっきりしてると言えるチームってことでしょうかね。梅さん、はっきりしてると思います。ああ大丈夫、よかったよかった。してますよね。はっきりしてますよ。はい。やばい、めっちゃフリーズしてる。はっきりしてます。ですよね。湘南スタイルっていろいろこう毎年毎年変化しながら確立していっているものがあるので、まあ、ベルマーレは培ってきたものをどん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 ブラッシュアップしながらスタイルを貫いてやっていくっていうのが良さなんですかね。はい、ですよね。ありがとうございます。分かった今。よかった。怖っ。怖っ。何この人。ということでですね、いろんな話を聞いてきましたけども、最後にですね、皆さん一人一人、に、聞いてメッセージをもらって終わりたいなと思います。最後はですね、
皆さんにとってサッカーとはという、答えをいただきつつ、サポーターの皆さんにメッセージをいただけたらなと思いますので、じゃあ福田選手からお願いしてもいいですか。はい、僕のサッカーとは、そうですね、まあ僕はやっぱサッカーがなかったら、自分の今までここのまでの何だろう、人生というかここまでやっぱ自分というものをこう出す場所がなかったと思うので、すごくサッカーに感謝してるますし、やっぱそのサッカーをできているのもそのサポーターの方々が見に来ていただいたりとか、まあいろいろなスポンサーの方々ありきのものなので、まあ自分をそういう表現できる場所を与えてくれてるのもそういった方々のおかげなので、まあいち早くこのコロナが収束してまた皆さんの前で皆さんが期待しているようなプレーをして、まあしっかり、また試合にしっかり入って勝ててみんなと喜び合える時が来るまで今は辛抱して、また、再会できるのを楽しみにしてます。また、スタジアムで会いましょう。以上です。ありがとうございます。梅さん。はい、お願いします。そうですね、まあ僕も秋というようにサッカーはやっぱり自分の人生そのもので、まあなんかやっぱりこの競技と出会えたから、そしてこうだから夢も持てたし、それに向かっていくエネルギーもできて、努力を続けてプロになることができて、でまあ何ですかね、こう一番自分を表現できるというか、一番感情が揺らすことができるものがサッカーだなと思ってまして、まあ、やっぱりこうプロになれて、こうたくさんのお客さんの前でプレーすることができて、で自分のゴールで勝利でまた負けた時、優勝を逃した時とかいろんな経験してきましたけど、こう本当に大きく感情が揺れるってのが、こうなんていうのかな、サポーターと一緒にそれをなんかね、共感できる場所なので、まあ、なんか今回この自粛期間で、まあ、いろんな昔のこととか回想して、まあ、やっぱりピッチ立ってみんなとの感情を震わしたいな、こう感じやりたいなっていうのはすごく一番なので、まあ大変な状況続いてますけど、またそういう瞬間をね、こう目標にしてというか夢見て一歩一歩皆さんで頑張っていきましょう。はい、ってことで、ありがとうございます。はい、じゃあキングは最後に言って、ハードル上がるな。まあそうですね、まあ秋とも梅さんも言ってたように、まあ、やっぱり自分を表現できるものですし、こうあんな大勢の人と、ああいう感情というか、いろんなものを共有できる空間っていうのはやっぱりなかなかないと思うんで、まあ本当はああいう日常に早く戻れるように、まあ、今は、我慢して、また早く再会して皆さんに会って、一緒に戦えたらいいなと思ってます。ありがとうございます。で最後、はい、僕にとってサッカーとは、たかがサッカーでされどサッカーっていうのはいつも持ってて、いい大人が一つのボールに対して一つのカゴに入れるために全国回ったり全世界回ったりしてるような、まあ、僕らにとっては一番最初に始めたサッカーって遊びだったと思うんですけど、
そこから見ればたかがサッカーなんですけど、それに対して大の大人というか僕らが全てをかけて行ってるスポーツに対して、まあ、皆さんがたかがサッカーに何万人っていう方が見に来てくれるので、そこに全てをかけてる僕らのプレーっていうのをまた再開後にたくさん見に来てくれて、まあ、僕らはそのたかがサッカー、サイレントサッカーに本気でやるんで、ぜひ再開したらスタジアムで会いましょう。バカにしてんだろ。すごいなやっぱ。一番いいやん。重みが違うんだ。いやでもそうじゃないですか。これでこれだけでよかった。大人こんな22人であんな1個のボール。面白くないですか。客観的に見てくださいよ。よかったっす。いやすごいな。いや今日はありがとうございます。あ、最後じゃあ皆さん。今日の配信の最後だからスクショタイムということで、これどうすればいいんだ。あ、じゃあ止まってくれればいいの。ちょ、俺いらねえな。いや、いた方がいいじゃないですか。あ、いるじゃん。でもなんかひげのところとかさ、白なるやん。いや、眉毛眉毛眉毛、黄緑色なんで眉毛がバーチャルまあいいや。じゃあ、何しましょうか。好きなポーズ撮りましょう。多分見てくれてる人はここ何それ何それ。山のこれ山なんよこれ山山あ山だろね。え、山の山なんよこれ山山どれ数学のやつなんか何それ何それ。いやいやお前ヤーマンじゃねえだろ。どういうこと。結構難しいよこれ。いやいや、俺だけでいいっすよこれは。キング。いやいや、やらなくていいっす。いや、梅さん上手くね。あ、こうの方がいい。あ、そうね。指全然動かん。タクヤひどい。指で。オッケー。痛いよ痛いよ。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。長らくありがとうございました。また再開したら僕たちの会話をしましょう。はい、じゃあ、サッカー談義、ちょっといろいろトラブルありましたけど、無事終わりましたので、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さん、切っちゃって大丈夫ですよ。はい。ありがとうございました。ちょっといろいろ配信の設定がね難しかったんであれでしたけども、いろんな話を聞けて楽しかったなと思います。今週の土日ね、このバラエティウィークやりましたけども、来週の土曜日日曜日23日24日も、引き続き、バラエティウィークエンドライブオン YouTube を、実施しますけども、まだ内容をですね発表しませんでしたが、気になるはここ。じゃあ、こうやってやろう。ですね、内容をもう先に、ここでお伝えするとですね、23日の、土曜日ですね。土曜日は、あの大人気番組、テラスハウスについて、もう大いに語ってしまおうかということで、テラスハウス談義を、実施します。もう本当にいろんな人がね、ファンいますけども、やっぱりチーム内にもファンがいまして、登場してくれる選手は大野選手、谷選手、鈴木統一選手、三幸選手というこの4名がわちゃわちゃして、ちょっと話にならないかもしれないですけど、まあ、ちょっとやってみようかということで、テラスハウス談義、23日土曜日、実施します。そして24日日曜日は、まあ、今年湘南ベルマーレ湘南になってからですね、20周年ということで、まあ、節目も迎えましたので、湘南ベルマーレになってから初めて J1 に上がった、2009年、もうまだ記憶に残っている方もいらっしゃると思いますけども、この2009年の、OB 選手をですね招いて、このタイミングなんで2009年をみんなで振り返りましょうという、企画を実施します。これ登場してくる選手がですね、もう熱いです。阿部義郎さんです。まずはあのロスタイム劇場を、何回も繰り広げてくれた阿部義郎さん、そして、
この方のオーバーラップはもう何回見たというぐらいやってくれました臼井康平さん、そしてもうエンターテイナーもうキーパーですけどももういろんなところで、魅力を発信してくれました、今アルベックスですね、野沢洋介さん、はい、そして、スポーツダイレクター坂本浩二、そして、にぎやかしで私が、お邪魔させてもらうと一応2009年やってたんで、はい、というメンバーで2009年を振り返るという、放送を29日曜日やりますので、いずれも13時から行いますので来週の週末もぜひ、このバラエティビッグエンドをお楽しみいただけたらなと思います。それではまずは本日ご視聴ありがとうございました。また来週よろしくお願いいたします。それではさようなら。